東ズ優作4月18日から1971年8月4日は日本のバレエダンサー、振付屋である宮城県仙台市で生まれた。1922年12歳の時にアンナ・パブロアの来日公演を横浜で鑑賞して感銘を受けた。旧制仙台日中を卒業後に上京し、1930年に当時鎌倉の七里ヶ浜で、 バレースクールを開いていたエリアナ・パブロワのうちで死となって、バレエの道に進むことになった。後に、パブロワの元を離れ、アッシュ原営領が創設した日本チェケッティ協会に加入して、バレエの研究に取り組んだ。一方で日劇を本拠地にして1934年に、高田聖子の門下だった、増田隆、浅草のカジノフォーリーで活躍していた梅園隆子と共に、 マスダトリオを結成して活動し、1936年に来日したオリガサファイアのパートナーも務め、サファイアからソビエトバレエについての知識を得た。1941年にアズマ優作バレエ団を結成し、第1回公演では、牧神の午後、レシルフィードを上演した。同年の第2回公演では、ジゼルの幻想を、資料だけを頼りに上演し、 自らがアルブレヒト役を務めた。この公演では、アドルフ・アダンの原曲の楽譜が手に入らないため、フレデリック・ショパンの曲を使用して二幕のみを上演している。東の教えを受けた者の中には、松山樹氏、松尾明美、薄井健治など後に日本バレエ界で名を成した人物が含まれている。戦後は、東京バレエ団の結成に参加し、同バレエ団の第一回公演。 白鳥の湖でジークフリート王子を踊った。一時期バレエ界の表舞台から身を引いていたが、1954年に復帰していくつかの作品を振り付け、後に松山バレエ団の教師となって、行進の指導も手掛けた。1971年、訓四陶髄法章受賞。あずま優作あずま優作。 ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典、ブリタニカジャパン、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブイズスラッシュ R84EI10%ab、あずまゆうさくあずまゆうさく、新鮮芸能人物辞典明治平成、ヒソトアソシエーツ、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブイズスラッシュ ITQWN38%abcd、 日本のバレエ始まり物語エリアナパブロバとオリカサファイア川名学劇団の時代 ABC 牧師あるいは東ズ作ダンス舞踊専門サイトコラム西賀都子ボリューム4現在の東京バレエ団とは直接の関係はない新鮮芸能人物辞典明治平成24ページありがとうございます